ビリー・ハート、ジョニー・アレグレ、ロン・マクルーア。アルバム、ジョニー・アレグレ3録音にて演奏する、ビリー・ハートビリー・ハートは、アメリカのジャズドラマーにして教育者である。ハートは、ワシントン DC で生まれ、キャリアの早い段階で、オーティス・レディング、サム・デーブ、そしてバック・ヒルや、シャーリー・ホーンと共演した。彼は、モンゴメリー・ブラザーズ、ジミー・スミス、 ウェス・モンゴメリーのサイドマンを務めた。1968年にモンゴメリーが亡くなった後、ハートはニューヨークに移り、マッコイ・タイナー、ウェイン・ショーター、ジョーザ・ウィヌルとレコーディングし、エディ・ハリス、ファラオ・サンダース、マリアン・マクパートランドと共演した。ハートは、ハービー・ハンコックのセクステッドのメンバーとなり、マッコイ・タイナー、スタン・ゲッツ、クエストとも共演した。加えて、 フリーランスの演奏も行っている。1990年代初頭以来、ハートはオベリン音楽院と提携しており、ニューイングランド音楽院と西ミシガン大学の非常勤教授も務めている。また、ニュースクール大学とニューヨーク大学を通じて、プライベートレッスンを行っている。また、ドラマーとして、しばしばベルギーのストークスフォレストミュージックキャンプと、 ドールプサマージャズクリニックに貢献している。彼は、マーク・ターナー、イーサン・アイバーソン、ベン・ストリートとグループを率い、ピアニストのジャン・ミシェル・ピルクが率いるトリオや、ギタリストのアサフケ・ハティが率いるトリオに参加し、エディ・フンダーソン、デビッド・ワイス、クレイグ・ハンディ、ジョージ・ケイブルス、セシル・マクビーと一緒に、ザック・カーズとして知られるバンドで演奏し、広範囲にわたってツアーを行い、 何枚かの CD を録音した。ハートはニュージャージー州モントクレアに住んでおり、ジャズタイムズ氏が内なる聖域と表現している音楽スタジオを持っている。ありがとうございます。